皆さん、お集まりいただきありがとうございます。今日は我が聖母マリア女子高等学院文学サークル一学期最後の定例会です。サークルの現会長である私、住川さゆりが進行を務めさせていただきます。そう、今回の定例会は文学サークル恒例、休暇前のお楽しみ。闇鍋です。闇鍋をいただきながら各自仕上げた小説を朗読していきます。皆さんには今朝までに一人一人持ち寄った好きな具材を冷蔵庫に入れておいてもらいました。闇鍋会のルールはどんな具材を入れたかはネタバレ厳禁。それを知るのは鍋奉行である私だけ。死後も厳禁です。光や音を取り払った上で通常の行為をしてみる。すると何者にも惑わされない真実の姿が見えてくる。味はいかがですか？前回の時はいちご大福を入れたいたずら者がいましたね。今回はお口直しのデザートも用意してありますからね。この会に美味しいスイーツは必須でしょ。さて、そろそろ朗読の時間です。いつもならテーマは自由なのだけれど、今回は勝手ながら決めさせていただきました。今回の小説のテーマは白石泉の死です。なぜ泉はあんな死に方をしたのか。この学院の屋上テラスの下の花壇の中で、この中の誰かが彼女を殺した。どうしてそんな噂がこの学院内で流れてしまったのか私にはわからないけれど、あなたたちそれぞれに泉の死を小説にしてもらうことで見えてくる気がするんです。なぜ泉は死ななければならなかったのか。そして彼女を殺した本当の存在が、まずは二谷美玲さん、お願いします。第61回聖母マリア女子高等学院文学サークル定例闇鍋朗読会の始まりです。セイボマリア女子学院は私の憧れだった。キリスト教を軸とした凛とした校風のお嬢様学校。うちにはお金がないため必死で勉強し特待生として入学できた。けれど
ごきげんよう。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 けれど、この学院に私の居場所はなかった。今週も穏やかな祝福をくださる主へ感謝を持って過ごしましょう。隣人を自分のように愛せと主はおっしゃっています。彼女の名前は白石泉、この学院の経営者の娘、皆が憧れる少女だ。ほんと白石先輩って完璧だよね。続きまして、イースターとペンテコステを祝うチャリティーバザーについてのお知らせです。スミカン先輩も素敵だよね。なんかさ、白石先輩が太陽だったら月って感じで、うん、そう、白石泉は本当に太陽のようだった。この学院を照らす太陽。身の丈に合わない憧れは持たない方がいい。そう諦めかけていた私の前に、エズラパウンドね。太陽が現れた。ニタニミレイさん、どうして私のあなた今年の高等部の特待生でしょ。成績優秀者だけが1名選ばれる注目の的よ。あなたいつも本読んでるのね。私高等部の文学サークルを主催してるの。そんなに本が好きなら一度サロンに来てみない？学院でも特別な人間だけが入れるという文学サロン。そこに今私はいる。サロンへ。2年の高岡潮です。はい。彼女は女子高生作家なの。うちの文学サークルで彼女のデビュー作、君影荘を翻訳しようって話があってね。いつみ先輩、その話は。英語訳は私が、そして彼女にはブルガリア語で翻訳してもらおうと思うの。こちらはブルガリアからの留学生。はじめまして、リアナ・デチュバです。あ、どうも。ちょうど来た。彼女が私のパートナー、頼れる副会長よ。住川さゆりです。よろしくね。よろしくお願いします。そうね、T.S. エリオットやイエーツなどもあなたの好みに合いそうだけど、やはりあれね。エズラ・パウンドのヒューセルウィン・モーダル。すごい、そんな貴重な本が。どうぞ。
少し休みませんか？ちょうどマドレーヌが焼けたところです。2年生の小南茜さん、ここのキッチンの主なの。白石先輩ったら、ちゃんと読書だってしてます。ムキにならないの。だって茜ちゃんのお菓子は絶品だよ。よろしくね。お願いします。あ、ん？どうしたの？あの、とてもいい香りが。あ、気づいた？ゲランのミュゲ、フランスから取り寄せてもらったんだ。今年のはまだ日本で発売されてないのに。しばらくこの香りはあなたが独り占めってわけね。はい。さあ、お茶にしましょう。次の読書会はエズラパウンドにしない？うん、いいわね。ニタニさんも入ったことだし。でもそれってどんなお菓子が出てくるんですか？あかねちゃんはお菓子のことばっかり。うん、いいじゃん。はあ、もうお腹がいっぱい。あ、よかったらニタニさん、私の分もどう？いいんですか？もちろん。いただきます。マドレーヌはラム酒の香りが効いていて酔いそうなほどだった。いや、実際に酔ってしまった。文学サークルでの活動はとても楽しいものだった。結局この老人はもう立たないんでしょ？若い子の足をしゃぶるってのは自らの失われた生気を加えるのと同じ意味なんだよ。うん、そうかしら。谷崎の描く肉欲はもっとソリッドで業の深いものよ。生気を失われた男性性と捉えるのは少し愛なんじゃないかしら。じゃあ今日はこの辺で。北条先生、ごきげんよう。顧問の先生すらなかなか居つくことのできない少女だけの園。ここが私の居場所になったならどんなにいいか。けれど私は。お家が大変なのはわかるけど、アルバイトは学校で禁止されてるのに。よくしてくださる白石先輩に黙ってるのが辛くて本当にごめんなさい。そうだ、こうしたらどう？いつみは言ってくれた。白石家の家庭教師であれば学校も認めざるを得ないだろうと。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとう。どうぞ。それじゃあ頼みますね。大丈夫よお父様。ねえ二谷さん、こちらこそよろしくお願いします。はい。あ、ミレイちゃん。高岡先輩、家庭教師だって。頑張ってね。例の君影草の翻訳作業のためにうちに来てもらってるの。サロンだと賑やかすぎて集中できないから。行きましょう。春休み、春めく、春分。正解。はい、じゃあ今日はこれでおしまい。はい。あ、こら、ちゃんとお礼は言った？お疲れ様、ニタニさん。これ今日のアルバイト代ね。これ多すぎます。私はプロでもないし有名大学の学生でもないのに。いいのよ。では何かお返しをしたいんですが。もし本当に恩返しをしたいと思ってくれるなら
私たちにではなく恵まれない方にして差し上げて。私はお年寄りをケアするボランティアを始めた。皆が喜んでくれて求められているのだと感じる。私もいつみのような慈悲の心を持ちたい。しばらく学校を休んだ。肺炎で入院ということだった。白石先輩、もうお体はいいんですか？二谷さん、あなたは誰かを殺してやりたいと思ったことはある？私はある。殺してやりたい奴がいる。父がね、誘惑されてるの。え？最近父の様子がおかしいと思ってたの。それで書斎を探ってみたら、学院指定の？これゲランの？そう、ゲランのミュゲ、スズランの香りがするでしょ。そしてこの香水を使ってるのは。彼女はうちの学院から出た有名人。父がマスコミから彼女を守ったり、いろいろと面倒を見ているうちに。まさかあんな素敵なお父様が。このことは誰にも言わないで。二人だけの秘密よ。あの日以来、いつみから笑顔は消え、目に見えてやつれていった。今日の議題はイースターで文学サークルが販売するお菓子についてです。去年はうさぎのクッキーだったので、今年はパウンドケーキなんてどうでしょう？うん、賛成です。お揃いのエプロンもしたい。素敵ですね。そして私にとって忘れられない日が訪れる。学院で行われる春のイースターとペンテコステを一緒に祝うお祭りの日。
どうしてあなたが泣くの？だって見てられません。白石先輩、こんなに苦しんでて。優しい子。これをあなたにもらってほしいの。友情の記念に。友情の？太陽の匂いがする。私も太陽のような人だと思ってます。先輩のこと眩しくて明るくて私の居場所を照らしてくれる。これを私だと思ってずっと持っていてちょうだいね。ずっと大切に。花壇をしとねに横たわる白石いつみの死体はスズランの花を手にしていた。きっといつみは力尽きる前にとっさに花壇から掴んだのだろう。私に犯人が誰であるかを伝えるために。自分を殺したのはスズランの香りを身にまとったあの女だと。二谷さんらしいまっすぐな小説でしたね。朗読もとてもみずみずしかった。すずらん。そういえば別名は君影草というのでしたね。どうぞ二谷さん、席をお戻りください。次は小南茜さんですね。ではお願いします。最初の頃、本音を言えば私は白石いつみのことが苦手だった。白石先輩の文学サークルに A 組の高岡さんが誘われたんだって。うっそー。いや、嫌いだった。みんなシャンデリアの下で優雅に執筆活動するんだろうな。羨ましすぎる。私は華やかすぎるものは品がないと幼い頃から教わってきた。私の父親は老舗の料亭小南の三代目だ。その血を引いたせいか私も料理が得意だったが、後を継ぐのは兄と決まっていた。ただ男というだけで。その反発からか、いつしか私は洋食屋を作りたいと思うようになった。今日は先週の授業でみんなに提出してもらった太宰の斜陽の読書感想文をもとに。小南。え？君の感想文良かったよ。
主人公の家族を現代のシングルマザーと比較して分析するなんてとてもユニークだ。校内新聞で紹介したいんだけどいいかな？うん、どうでもよかった。だって私の頭の中は洋食屋の夢でいっぱいだったから。あなた小南茜さんね。そうですけど。あなたの書いた社員の感想文読ませてもらったわ。面白かった。はあ。ねえ、文学サロンでお茶でも飲まない？私あなたともっと話がしてみたいの。いえ、結構です。いいじゃない。さっきちょうどシフォンケーキが焼けたところなの。キッチンがあるんですか？あなたのご期待に添える？私のレストランもこうしたい。 あなたのレストランって？あ、実はじゃん、素敵。すっかり浮かれた私は泉に洋食屋の夢について話した。苦手だと敬遠していた泉は朗らかで気さくで人気があるのもなるほどとうなずけた。もうこんな時間、ごめんなさいね、遅くまでお引き止めしちゃって。今日は楽しかった。またいつでもいらしてね。はい。分かったことのいくつか。定休日だったので誰もおらず、負傷者は出ていないこと。火元は厨房ではないこと。放火の疑いが強いこと。私にできることがあったら何でも言って。あの、私をサークルに入会させていただけませんか？もちろん。私は文学サロンのキッチンで次々とスイーツを作った。そうすることで夢に近づける気がした。文学サロンのメンバーは増えていき、ますます腕を振るうのが楽しくなっていった。今日の読書会はクリスティのミス・マープルシリーズを取り上げたいと思います。皆さん、今日のお菓子ですよ。うわぁ、はい。スコーンとポピーシードケーキ、ミス・マープルのお気に入りじゃない？はい。素敵ね、小説に出てくるお菓子をいただけるなんて。新入生の二谷美玲、まさか彼女があんなことをしていたなんて。白石先輩。あら、茜ちゃん、試食してもらいました？イースター用のパウンドケーキ、二谷さんが持っていくって。私知らなかったです。二谷さんが妹さんの家庭教師をしてるなんて。
望んだわけじゃないのよ。え？何度も断ったのに、ボランティアでいいからって。そんなわけにいかないから、ちゃんとお月謝渡すことにしたけど。ただね。物がなくなるの。泥棒ってことですか？かわいそうな子なんだと思うの。経済的な貧しさが心の貧しさになってしまった。出は悪い子じゃないはずだもの。あなたも責めないであげて。まあ当事者の先輩がそう言うならいいですけど。何をしてるの？マカロナージュです。生地が膨らみすぎないように泡を潰すんです。へえ。ねえ、ちょっとやってみたいな。どうぞ。あ、こう？もうちょっと優しく、こうすりつけるように。姉ちゃんって小さくて可愛いのに、なんだかお姉さんみたい。先輩が子供っぽいんですよ。そうかも。それから泉はだんだん無口になり、塞ぎ込むようになっていった。ありがとうディアナ。バラのいい香りね。ブルガリアのローズオイルです。これできっと疲れも取れますよ。レコードでも聴きません？ほら、この間の映画鑑賞会で取り上げたアマデウス。ありがとう。皆が皆のやり方で泉のことを心配し元気づけようとしていた。泉もそれに応えようと明るく振る舞うようになった。親しくなる前の印象と違って、実は泉は人間関係をマカロナージュしていたのだろう。不満や恐れなどの気泡を潰しながら。すごい、完売よ先輩。やったー自分を苦しめるような人間とさえ滑らかに混ざり合い、程よい関係を形作る。けれど自分を潰しすぎてぺたんこになることもあるのだ。白石先輩。まだ帰ってなかったの？はい。また何か取られたんですか？他のものを盗まれてもまだ許せるけど、あれだけはダメ。亡くなったおばあ様が特注してくれたものなの。バレた。
たですよね、スズランの。警察に行きましょう。立派な犯罪ですよこれ。待って、今手紙書いてたから。手紙？一度二人で話し合おうって。明日の放課後屋上のテラスで。ついていきましょうか？いいの。素直になって向き合えばきっと彼女も素直に打ち明けてくれるはず。これで反省しなかったら私が追い払ってやります。私はなんて甘かったんだろう。それはいつみから私へのダイイングメッセージ。その花は犯人が誰であるかを告げ、最後までその人物を許そうとしたいつみの高貴な魂が込められていた。小南茜さん、どうもありがとう。いつも甘いお菓子を焼いてるあなたからは想像もつかないような皮肉の混じったドライな小説でしたね。けれどもきっとそれが小説という手法の醍醐味なのでしょう。事実を客観視する、それを文章化する、すると自分でも気づかなかった本音が見えてくる。けれど先ほどの朗読作品と矛盾点がある。それでは次は誰の番？あの夏、私はヴィーナスを目撃したのです。ブルガリアのとある小さな村で、私と双子の姉のエマは生まれ育ちました。ある日、旅行会社でバイトをするエマの紹介で我が家にホームステイにやってきたのがいつみでした。引率の北条先生は国際研修で忙しく、私はいつみをいろいろな美しい場所へ案内しました。亡くなった私たちの母は日本人だったので、言葉の壁もなく、いつみとはすぐに仲良くなりました。ねえ、泳がない？いつみの時折見せる子供のような奔放さに、私は戸惑い、そして惹かれていったのです。まばゆい水と戯れるいつみは、まるでヴィーナス誕生の絵画のように神々しく、生命の輝きに満ち溢れていました。楽しい時間はあっという間に過ぎ、別れの時がやってきました。これを私だと思って持っていて、きっとまた会えるから。必ずまた会える。いつみは聖母マリア女子学院の経営者である父親に交渉し、特別留学生として日本に迎えるようにしてくれたのです。ただし定員は1名ということでしたので、私はエマに留学するよう勧めました。エマにとって日本に行くことは長年の夢だったのですから。なのに神様は意地悪をするものです。エマがツアーガイドとして行った世界遺産のネセバルで誤って石段から落ちてしまい、留学の夢は叶わなくなりました。そしてエマに代わって急遽私は日本へ、この聖母マリア女子学院にやってきました。最初の頃は日本という初めての国、また女生徒だけの学校に
戸惑うばかりでした。ピアナ、どう？もう学校には慣れた？行きましょう。男性を排除しきった女子校ならではの異様な空間でこそ、いつみの神々しさが際立って見えるのです。いつみは文学サークルに私を誘ってくれました。いつみのためにも早くサークルに馴染みたいと願いました。手伝いましょうか？ないじゃない。恥ずかしがることはないわ。スズランの花みたいな形で可愛いじゃない。チャームポイントよ。待って。その時私は知りました。小南さんの実家が火事に遭い、小南さんの夢も消えてしまったということ。あの火傷もその時のものだと思うの。私、早く彼女に元気になってほしくて。わかります。やけどのことを明るく口にしたのはいつみの優しさです。ディアナ。それから間もなくのことです。いつみは体調が優れないと言って文学サロンに来ても力なくぐったりとしている日が続くようになりました。いつみの体は徐々に力を失っていきました。まるでそのヴィーナスのような美しさを妬んだ魔女の毒に侵されたかのように。ありがとうディアナ。バラのいい香りね。ブルガリアのローズオイルです。これできっと疲れも取れますよ。レコードでも聴きません？ほら、この間の映画鑑賞会で取り上げたアマデウス。ありがとう。いつみ、ここにいたんですね。ごめんなさい。いいんです、聖書朗読まで休んでてください。もうパウンドケーキも残りわずかですし。ね、すごかったわね。材料費や運営費を抜いても15万円は寄付に回せるわ。環境のせいで勉強したくても難しい子供たちがいるでしょ。そんな子供たちのために何かしたいの。素晴らしいです、いつみ。ありがとう。私が卒業したら文学サロンを閉鎖しようと思うの。孤児院に寄付して移築してもらって。あかねちゃん、パウンドケーキ完売しました。本当？よかった。
まだ文学サロンの閉鎖なんてこと言ってるんですか？分かったよ、茜ちゃん。隣人を愛せよとイエス様はおっしゃって。私から、私たちからサロンを取り上げるつもりですか？そんな応募許されません！茜ちゃん！火事で夢が消えてしまった小南さんにとって、文学サロンのキッチンはサンクチュアリだったようです。皆さん、今日のお菓子はヴィーナスの乳首ですよ。アマデウスゆかりのお菓子です。おお、おいしそう。どれどれ、おいしそう。あ、いちます。あ、泉先輩の乳首だけ大きい。ほんとだ。白石先輩は特別だもん。いただきます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 。いつみ、食べられる？ええ、あかねちゃんが私のために用意してくれたんだもの。いただきます。そういえばさ、フランスにはヴィーナスの腕ってケーキもあってね、よく食べてたんですよ。高岡さん、フランスに住んでたんですものね。はい。こんな珍しいお菓子、ここに通うようになってから。私が初めて文学サロンに来た時、マドレーヌが出たんです。よかったら二谷さん、私の分もどう？いいんですか？それで、慣れない高級なものを食べたからか気分が悪くなっちゃって、私トイレで吐いちゃったんですよ。その時、私は確信しました。彼女の魂胆を。そんなことがあったんだ。ディアナさん、夏美、無理して食べることはありません。体に毒です。私は決意しました。いつみを彼女から守る。いつみをその毒で侵そうとするならば。ネモガタプリエモ。え、何？ディアナ、なんて言ったの？ただのおまじないです。いつみが、いつみがいつまでも幸せでいられますように。いつみ、あなたを失ってからの日々は私にとって息をするのすらつらい。私は彼女を。ネモガータプリエマ。ありがとうございました。どこかエロティックな味わいのある作品でしたね。そして今回もディアナさん独自の視点がありました。それでは次でいよいよあなたたちの中では最後の朗読になります。高岡潮さん、サマイへどうぞ。私が作家デビューしたのは中等部の3年。なんとなく書いた小説が思いがけず賞を取っちゃって。あなたの小説読んだわ。素晴らしかった。ぜひ私の文学サークルに入らない？いつみ先輩から声をかけられた時、本当はさ、私足震えてた。だってこの聖母マリア女子学院って舞台設定の中では、あの白石いつみ先輩に目をかけられる以上のシンデレラストーリーなんてないから。
あなたの次回作を期待してるんだけど、まだ先なの？少しずつは書いてはいるんですけど、まずは学業優先ってことで。いつでもサロンを使って、文学サークルあげて応援するから。ありがとうございます。いつみ先輩は本当にその通りに、っていうかそれ以上のことをしてくれた。昔のヨーロッパだったら芸術パトロンって感じかも。ありがとうございます。頑張ってね。しかもそれだけじゃなくて。ありがとうございます。いつみ先輩のお父さんにはマスコミとの間に入ってもらってるうちに友達みたいになって。気に入ってもらえたかな。ゲランのミュゲー。ただうーんって思うこともあるにはあった。それはいつみ先輩が君影草をやたらと翻訳したがること。私、君影草は日本語であることにこだわってるんです。軽い文体とかも同年代のリアリティを出したいっていうか。だからこそあなたと近い場所にいる私が翻訳をやってみたいの。でも私ね、君影草は海外でこそ受けると思うのね。正直私は翻訳よりも次回作に気が向いてて。ラミア、女ヴァンパイアか。次はホラーとかもいいかも。そんな時だった。あの子がやってきたのは。はじめまして。怖いっていうのが第一印象だったよ。ディアナは足音もしなくて、それに本の中のラミアにそっくりだったから。ごきげんよう。何してるの？スズランを植えています。私の故郷の花をこの学院の皆さんにも見てもらいたくて。へえ、意外といい子なんだね。いつみが約束してくれたんです。私がこの学院にいい刺激を与えることができたら、これからも私たちの村から留学生を招待してくれるって。そうなんだ。だからいいことは違います。私は計算高いんです。あれって思ったんだ。だって逸見先輩は来年からは留学生を招待しないって言ってたから。その夜はなんか眠れなくってさ、サロンで小説でも書こうかなって朝早く学校に行ったんだよね。ディアナ？エロイメッサイ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 。いつみ
だか急に胸が苦しくなったの。病院で見てもらったら異常はないって。今はもう全然平気なんだけどね。きっとそれディアナの呪い。だって逸見先輩に裏切られて、ディアナは誰よりも逸見先輩を恨んだはずだから。先輩、クッキーできましたよ。おいしそうでしょごめんなさい、最近甘いものがちょっと体の具合がなんだかおかしくて。大丈夫ですか？それからも逸見先輩の具合はどんどん悪くなっていった。逸見先輩、何してるんですか？もうすぐ聖書朗読があるはずですよね。逸見先輩が当番の聖堂なんて行けない。え？聖堂には行けない。恐ろしいの。まずいって思った。もうディアナの呪いが戻れないところまで来ちゃってるんじゃないかって。先輩、聖書なんて読めない私、十字架なんて見たくない、二度と近づきたくないの。待ってください、逸見先輩。ごめんね。どうしたんですか？逸見先輩に何をしたの？私は何も。じゃあどうして？気分が悪いみたいです。サロンへ行って休ませます。さあ逸見、もう大丈夫、行きましょう。その姿はまるで悪魔が黄泉の世界へと死体を運んでいるようだった。そしてそれから数週間後に逸見先輩は死んだ。手には白いスズランの花、そして首筋には赤い花を咲かせて。高岡潮さん、朗読ありがとうございました。拍手をお願いします。文学新人賞作家の作品ということで皆さん楽しみにしていたと思います。今回は新境地でしたね。ホラーなのかしらそしてまた新たな犯人説が出ましたね。では最後に私からも朗読をさせていただきます。実はこの小説は私が書いたものではありません。白石逸見本人が書いたものなのです。どういうこと？あら高岡さん席について。
一味先輩が書いたって。ルールを破らないで、死後は厳禁です。一味の愛した朗読会を汚さないで。どうぞ最後までお聞きください。自分が主役でない人生なんて意味があるだろうか。いくら上質なストーリーであっても、伏線が濃密に張り巡らされていても、自分のためにそれらが用意されたのでなければつまらない。そして主人公であるなら、人生で一番輝く若くてしなやかな生命力にあふれたこの季節がいい。おはよう、いつも。早く帰らないと、リアの車に怪しまれるから。やだ。もう、子供なんだから、校長先生は。先生呼び禁止。日本を離れたブルガリアでの束の間の甘い旺盛。日本に戻ればミッション系女子校の教師と生徒、許されない関係。こんなにもドラマチックな物語はないはずなのに。いつみ、ブルガリアではゆっくり過ごせたの？ええ、時々ホストファミリーの家から抜け出して彼のホテルで。最高だった。言葉と顔が合ってないわよ。さゆりは全部知っている。思慮深く控えめなさゆりは幼なじみの大親友であり、私の良きアドバイザーだ。わからない。全てが満ち足りているはずなのに、なんだかこのまま腐っていくような気がするの。贅沢病ね。今日サークルの会合あるんでしょ？うん、はい。小説家を目指すほどの文学青年だった北条先生。2年前にさゆりと共に文学サークルを復活させ、彼との密会の場を用意した。お気に入りのアンティーク家具、好きな色のカーテンと壁紙、秘密を守る隔離された空間。思いっきりロマンチックで、清潔で、豪華で、完璧な場所。私にとっての文学サロンは、愛を育てるための城。そのために必要なものは揃えたはず。だけど、いつしか感じるようになった。北条先生にも、この場所にも何かが足りないと。私たちは美しい。女子高生であるというだけで何もかもが。けれど、その美しさには時間制限がある。すぐに私たちはこのサンクチュアリから追い出される。その時、唐突に悟った。足りないと感じていたものの正体。そうか、それは文学サロンを舞台とした私が主人公の物語を引き立てる脇役なのだと。
レベルの高い脇役は自己主張も強い。屈服させこちらの思うがままの演技をさせるため必要なのは彼女たちの秘密を握ること。高岡しよ。文学新人賞を取って以来、学校内はもちろん世間からも注目を集めている彼女はまさに敵役。この小説知ってる？フランスにある姉妹校のメールフレンドから送ってもらったの。君影草にそっくり。うん、似すぎていて恐ろしいくらいだわ。かなり昔のものらしいけど。君影草が外国語に翻訳されればいっぺんに大騒ぎになるでしょうね。フランスにいた頃偶然読んで、私まさか受賞するとは思わなくて、あんまりにも騒がれるから本当のことが言えなくて。お願いします、誰にも言わないでください。私何でもしますから。文学サークルに入会してほしいの。高岡潮は私の申し出を喜んで受け入れた。その時の彼女は思い至らなかったのだろう。秘密を握られるのは魂を握られるのと同じだということを。脇役に徹するということがどれほど屈辱的で鬱屈させられるものかを彼女は痛感しただろう。現役の作家である高岡潮が加わったことで文学サークルの活動は徐々に本格化していった。私は二人目の脇役を手に入れようと考えた。小南茜。私が主人公の物語に美味しいスイーツはつきものだ。そのアンティークドールのような愛らしさとメルヘンな雰囲気とは裏腹に瞳の奥の暗さが気に入った。店を告げないコンプレックスから彼女は自らの手で火をつけた。それは私が小南茜の最高に醜悪な秘密を握った瞬間だった。お気の毒だったわね、放火の疑いもあるとか。はい、家にいなかったのでよくわからないんですけど。だけど私ちょっと腑に落ちないことがあるの。え？かわいそうに、やけどは跡が残ってしまうわね。一年の二谷美玲。貧しく学校で浮いている彼女に手を差し伸べてやる。そのことで私という主人公の正しさと清らかさが強調されるだろう。彼女の秘密は簡単に見つかった。彼女は学校に黙ってアルバイトをしていたのだ。
頭がいいのね。先輩、老人が相手ならば腕力でも負けることはない。いざとなればお金を盗んで逃げられるものね。さすが特待生。そして物語にダイナミズムを与え、異国の香りを持ち込む脇役、ディアナ・デチェバ。ディアナはエマが事故に遭う直前にパスポートを取得していた。そのことを不審に思い問い詰めたところ、自分が日本に留学したいがために姉を突き落としたことを白状した。待って、いつみ、待って。私はあなたに会いたくて、ただ会いたかったんです。ならば誓って、永遠に私のもとにひざまずくと。美しく裏若き罪人たち、私の世界は完璧なものとなった。一見穏やかに見える時間の中で、罪人たちは私を恐れ敬い、私の一挙一動を息を潜めて見守り、絶妙のタイミングで入場し退場する。彼女たちがサークルに入会したことによって、ある別の効果も生まれた。それは先生とのロマンス。不思議なものだ。主人公としての欲求が満たされると、物足りなく感じ始めていた先生への思いが燃え上がる。私は思った。私の物語のクライマックスは私と北条先生との物語にしたいと。そう願い続けていたからか、私の中に新しい命が宿ってくれた。お腹に赤ちゃんがいるの。それは本当なの？どうする？決まってるじゃないか。結婚しよう。先生、ちゃんと父上に話しに行くよ。あと1年で卒業だし、きっと許してもらえると思う。でもすぐじゃない方がいいと思う。あと3ヶ月、8月まで待って。中絶ができなくなる時期までやり過ごせば、いくら父だって結婚を認めざるを得ないはず。スズラン？スズラン。私の体はどんどん変化していく。絶え間なく続く吐き気、消えない気だるさ、締め付けるような頭痛。それらの変化は
私の物語がいよいよクライマックスに近づいていることを告げていた。妊娠すると女性は美しくなるって本当なのね。処女受胎だったらもっと素晴らしいんでしょうけど。やめてよ。脇役たちはどうする？あなたのクライマックスにどう使う？そうね、考えなくちゃ。あ、一人一人私への愛を叫ばせるとかどう？なんてチンプ。そう、私の物語は完璧だった。それなのに。まさか脇役に歯車を狂わされるとは。まったく恥知らずな。お前がここまで愚かだとは思わなかった。でも私、北条先生を愛してるんです。くだらん。とにかく子供を産むことは許さん。断じて産むことは許さん。あの教師はクビにした。この町からも出て行かせたよ。もう二度とお前に会うことは許さんと言ってな。ひどいわ。サイ、おい、お父様、やめて、やめて、お父様、さすめ、なんだ。そのまま私は父の経営する病院へと連れて行かれた。そして私のお腹は空っぽになってしまった。裏切り。ブルガリアでの北条先生との写真を隠し撮りできたのはディアナ・デチェバ。妊娠を知ることができたのは私の食の好みの変化に気づいた小南茜。エコー写真を手に入れたのはいろいろな病院に援助交際目的で出入りしていた二谷美玲。密告するチャンスがあったのは学院初の小説家という立場から。父とも親しい高岡氏よ。つまりこれはメンバー全員による私への裏切りではないのか。と言ってはダメよ。聖書にも殺してはならないとあるでしょう。あれは自分のことも含まれているの。聖書なんて二度と読まない。聖堂にも十字架にも二度と近づきたくない。私もう人殺しなのよ。我が子を見殺しでした。落ち着いて、いつみ。これを。それは先生の新しい携帯番号とメールアドレスだった。さゆり、赤ちゃんのことは本当に残念だった。だけど先生とはやり直せる。だからお願い、元気を出してほしいの。これからも何だって協力するから。あの時さゆりがいなければ決して立ち直れはしなかっただろう。先生こそが私の生きがい。そしてもう一つ、私に生きる喜びを与えたものがある。
それは復讐。白石先輩、どうしたんですか？サロンじゃなくわざわざ。私を裏切り、スズランを殺した4人のメンバー全員への、皆さん、私を殺してやりたいって思ってるんでしょ？そこまで望んでるわけじゃありません。ただ解放してほしいんです。白石先輩のためだけに生きてくなんて耐えられないんです。私が卒業するまでたった1年待てばいいだけなのに。ババアになってからなら1年なんていくらでも差し出しますよ。でも女子高生である1年は他とは違うんです。貴重だから、今しかないから。だからいやだ。くだらない。脇役たちがいくら寄り集まったところで、その舞台に何の価値もない。皆様には今から最高にドラマチックな光景を最前列でご覧いただきます。さようなら、卑怯者たち。永遠に日の当たらない脇役。茶番に騙されるな。ここで動揺したらまた先輩の思い通りになっちゃう。さようなら。私は永遠にあなたたちの世界の主役であり続ける。まさかあの白石泉が自ら死を選ぶとは思わない。謎の自殺となれば、スズランの花の意味は徹底的に詮索されるはずだ。スズラン、それが私の失った赤ちゃんの名前と分かれば、あなたたちの秘密まで詮索される。追い詰められたあなたたちは知恵を出し合い、スズランに別の意味を与えるだろう。私の死を自殺でなく他殺に仕立て上げ、あなたたちは自らサークルのメンバーの誰かが殺したという噂を流す。メンバー一人一人に疑惑の目が向けられるように。全員が疑わしいということは誰も特定されないということだから。けれど一つ、あなたたちには大きな誤算があった。私には死ぬつもりなどなかったのだ。泉が生きてる。私は北条先生と暮らすという書き置きを残して病院から抜け出した。父は娘の狂言自殺に駆け落ちという恥を伏せ、真実を隠し通すだろう。だから学院では白石泉が死んだ
という噂が流れていく。そして親友が私の机に花を飾った瞬間、この学院の中で白石泉は死んだという噂は真実となる。女子校ではドラマチックな妄想は真実に勝る。あなたたちは常に怯え、生きた心地もしなかっただろう。これらはさゆりと綿密に話し合ったプラン。この原稿を書き終えたら、私はこっそりとサロンへと戻る。闇に紛れて定例会に出席し、あなたたちの朗読を密かに笑いながら聞くのだ。ささやかながら、今宵の定例会に私からも具材を提供させていただいた。今夜の鍋は花鍋、スズランの香り高いものだったことに気づいただろうか。そういえば甘い香り。スズランはその花と根に強力な毒を持つ。毒！強心配糖体のコンバラトキシン、コンバラマリン、コンバラシド。ないよね。大丈夫だよ。あなたたちは今日ここに自主的に集い、そんなわけないよ。大丈夫。集団で自決を行うのだ。あなたたちに小説を書かせる意図は実はそこにあった。それがそのままあなたたちの遺書になるということ。私に強く憧れ、愛し、また不在を受け入れることができないあなたたちは、それぞれがその死に納得できるように物語を作り上げ、その朗読をもって今宵その若い命を散らす。どこだ、どこにいんだよ。出てこいよ、いつみ。叫んでくすだよ。このサロンが美しい棺としてその死を彩ってくれるだろう。思春期の感受性と自意識の強い女子高生たちだからこそ通用するセンチメンタルなエンディングだ。黙れ、ママーガ。誰か来て。これが私の物語のクライマックス。さようなら、愚かな脇役たち。あなたたちは私の物語から決して出られない。朗読は以上です。いつも知っていたの、あなた方の浅はかな陰謀なんて。いつもの秘密を握ったところまでは良かったのに、相手が悪かったのね。いつもは非情で冷酷で過激でしたたかで、そしてたくましい。あなたたちごときでは彼女の美しさに傷をつけることなどできない。本当にバカな子たち。鍋にスズランが入っていたと思う？思春期特有の思い込みの激しさったら。いつみは小説の通り今朝このサロンへ来ました。スズランの花束を持って。どう思う？この復讐に私が関与できることを神に感謝したくなる出来栄え。どんな神かしら。素晴らしいわ、スズランの花の香りに包まれた美しい仕返しなんて。
これほどまで女子の美意識に裏打ちされた復讐があるかしら。ここまで計画できたのは全てあなたのおかげよ。さゆり、あなたがいるから今私がいるの。私だって同じよ。私はいつみに自分の理想を重ねていました。いつみのために全てを捧げようと、いつみが望むままより自由により輝けるように。だからこそあなたたちの裏切りは許しがたいものでした。落ち着いて、いつみ、これを。私はいつみが主人公の物語を守るために、いつみを復讐へと先導しました。復讐に燃えるいつみは美しさを取り戻し、物語の味わいをさらに深めました。そして今夜このサロンで物語のすべてが結実するのだと思うと、感動で胸が震えました。この定例会が終わったらもうここには戻らない。寂しいけど仕方ないわね。けれど私はその時恐ろしいものを見てしまったのです。もう今夜で全部忘れる。憎しみは全部このサロンに捨てて、これからは先生だけを見て暮らすの。え？先生との小さな小さなささやかな暮らし、裕福じゃなくても温かな幸福に包まれて暮らすの。そしたらきっともう一度スズランもお腹に戻ってきてくれる。私きっといいお母さんになる。あまりにも凡庸で平俗なその横顔には、私が全てを捧げてきた三千と輝くいつみの面影は消え失せていました。いつみは語り続けました。北条先生と一緒にコストコで買い物をしたこと、おとといの晩に作った生姜焼きを先生が絶賛したこと、耳を塞ぎたかった。これから最高のクライマックスを迎えようとしている主人公の言葉ではありません。美しき究極のエゴイスト白石いつみはもういない。毎日二人で暮らしてるとね、幸せってこういうことなんじゃないかなって最近思うの。それでこの指輪を先生がね、さゆり、いえ、お茶を入れてくるわね。ありがとう。その時気づいたのです。鏡に映った私は美しい。そう、今のいつみより私の方が主人公にふさわしい。
こうしていつみは美しい姿のままこの世を去ることができたのです。今日から住川さゆりの物語が始まることをどうぞご承知おきください。あなたたちにはこれから私の物語に彩りを添えていただきたいのです。住川先輩、主役の務めとして新たな物語の幕開けに新たな秘密を用意しました。キリストはその生態と清潔を弟子や信者に分け与えることによって永遠に生き続けることになりました。お口直しのデザートをお出ししますね。高岡さん、覚えてる？あなた言っていたでしょう。ほら、ヴィーナスの乳首と対になるお菓子。ヴィーナスの腕よ。あら。いつみが北条先生からもらった結婚指輪ね。いつみ本当に喜んでたわ。いつみはもういないけれど、皆さんいつみと一心同体になったのだから、彼女の麗しさを忘れることなくこれからの人生を送っていきましょうね。以上をもちまして、今学期最後の定例会を終了させていただきます。それでは皆様ごきげんよう。さゆり先輩、待ってください。高岡さん先輩、今日の読書会はああ無常ですよね、うん、あかねちゃん、しっかり読んできた？失礼な、ちゃんと本に合わせたお菓子も考えてきました。本当かな。ほら、喧嘩しないの。はい、すいませんあなた、本が好きなのね。ん？私の文学サークルに入らない？主役はいつみから私に交代しました。
これこそ運命って勘違いの名言。嘘も方便がエンターテインメント。見ている方も頭がファンタジー。やればやるほど底をつく器用。テーブル横のキャンディーレイ、きっと神様さえも案じて。あなたが作ったものよく見て、スープじゃなくてケンチンジル。野生の猫に勝る寝相、できない方が後引く理由をメモ。へし折って破いて踏んでぶん投げて嘘って真っ赤に染めてくエゴ。当たり前は当たり前にできる。当たり前は憎まれっこはわかる。料理選択容姿性格、何から何まで中の上じゃゲー。今の気持ちハッシュタグ、ただの人で勝利8倍。シャープレンダーの露出強盗に、いいないいなはなくすソーリー。今の気持ちハッシュタグ、それ以上ひどい8倍。始まるように変なバイオリン、変わらない響くマジで。ハッシュタグ It's my world、 ハッシュタグ It's my love、 ハッシュタグ It's my hope、 ハッシュタグ It's my lose、 ハッシュタグ It's my growth、 ハッシュタグ It's my home、読みしても全身ない。空気抵抗レベル全身タイツ、演じた先に感じてる。この世は愚なもの、苦なものを欲してる。自虐にリボン見出す機能、踊らされるたびに繰り返す呪文。些細なことや不可解な言葉が、あなたの判断を判断でしょう。みんなの気持ちハッシュタグ、誰の日を勝利8倍。幸せしなさだのシャープレンダー、本当のあなた